新潟県東部産業団地は人口80万人の政令指定都市、新潟市に隣接する阿賀野市にあります。本州日本海側最大のコンテナ取扱量を誇る新潟港をはじめ、新潟空港、磐越自動車道、上越新幹線が整備されており、国内外の主要都市へのアクセスが良好です。東部産業団地は強固な地盤を有しており、精密加工が必要な製造業の立地に適しています。また直ちに着工可能な大区画を備えており、大型物流倉庫などの立地にも適しています。さらに自治体初の直営メガソーラーが稼働しています。新潟県および阿賀野市では団地に進出いただいた企業様への様々な優遇措置をご用意しております。各種補助金、税制優遇、資金融資制度をご活用ください。ここは株式会社坂田製作所。はじめに東部産業団地への立地を決めた理由を伺います。新たに工場を作る拡張する場所が欲しいということで探していました。太陽光発電に関わる仕事をしておりましたので、ここはいいんじゃないかなと。ビームワーカーのような、大型の機械というものもですね、導入する必要がありましたので。サーボモーターを動かすんですけども、日本最大です。地盤がとてもいいんです。地盤が硬いがゆえにですね、まず地震とかですね、そういったことに対する不安がですねないんです。立地してよかったと感じたことはどんなことでしょう。実はですね、新潟が雪深いところというのは、山の方、平野部の方ですと実はあまり降りませんし、ましては積もりません。ここからですと約2時間ほどでですね、太平洋側の方についてしまうということ、全国にですね製品を販売することが可能になっています。輸出を考えらしていらっしゃる方がいらっしゃったらですね、新潟東港も近いですので、そういう面でも便利かなと。ここは阿賀野市なんですけども、阿賀野市の方からもですね、非常に優遇していただき、県行政、市行政、これ全部がですね協力的であったということです。立地地域との関わりについて語っていただきます。見学コースとして地域の人たちに開放しております。子どもたちがですね、ちょっと見学に来ていただいてですね、非常にこちらとしても心がほっこりといたしております。最後に進出検討企業様へのメッセージをいただきました。一つは、しっかりとした地盤、災害に強い土地であること、そして、人の採用面において魅力的であること、集まりやすい良い人材が集まるということ、そして、交通網を中心とした社会インフラが優れているということ、これで私はこの場所に決めました。いろんなところを見て回ってここが一番だと思ったんです。新潟県東部産業団地に設備投資をご検討されている企業様は、どうぞお気軽にお問い合わせください。私たちが全力でサポートさせていただきます。